はい、こんにちは、おはようございます。ね、ドーサルの佐藤君に、ちょっとインタビューをしたいと思います。はい、昨日お疲れ様でした。ありがとうございました。昨日のゲーム、はい、残念でしたね。ちょっとご祝儀取れなかったんですけども。そうですね、かなり狙ったんですけどね。まあ、ラモスさんがね、はい、頑張ってハットトリックしたらというなんかお年玉付きのお話がありましたが、はい、残念なことに、ね、1試合2点、昨日2試合で何点取ったんだ。1試合目は点を確か取ってなかったと思うんで、2試合目で2点。2試合目はね、オーバーヘッドアリーの、はい、いいね、シュートが、まあ、ビーチサッカーらしいところを見せてもらいましたけども、はい、まあ、でも決まんなきゃ意味がないので、気持ち的にはやっぱり、はい、何かを自分の中で目的を持ってやってたように感じましたが、その辺はどうですかね。そうですね、一応、まあ、ビーチサッカーを知らない方々もいっぱい見に来てくれてたので、まあ、自分ができるちょっとでもこうビーチサッカーの魅力を伝えることができたらなと思って、うん、まあ、いろいろと自分でやれるパフォーマンスは出そうと思ってやってました。この神戸は前からヒートはいろいろね取り組んでたと思うんですけども、はい、今回の神戸プラージュが実現したことの喜びと、まあ、これを機にそのこの兵庫にね、はい、まあ関西に何かというそういう思いはありますか。そうですね、本当に兵庫は特にビーチが多いので、まあ、関西を、まあ、まず兵庫からでも盛り上げて、いけたらと、まあ、兵庫の本当にサッカー協会の方々もすごく後押しをしてくれているので、今回のこの神戸プラージュもそうですけども、今年にだけに終わらないように、来年再来年とちょっといろんな形でこういう形のイベントが、続けていけるように、まあ、僕もいろいろと頑張っていきたいなと思います。じゃあ最後に、ビッサッカーファンと、それとまあ、はい、これからの個人的な目標、チームの目標もお聞かせください。はい、そうですね、本当にこうビーチサッカーっていうのは、まあ、一番生で、見てもらうのがすごく魅力が伝わる競技だと思いますので、まあ、こういったイベントであったりビーチでやる大会であったりっていうところに本当にこう足を運んでいただいて、実際に生でのビーチサッカーの魅力っていうのを、いろんな人に、感じていただければと思ってます。で、まあ、個人的には、やはり、もう一度世界でですね、戦いたいと思いと、チームとしてはやはり、日本一というところを目指して、そこはもうぶれないでずっと頑張っていきたいと思ってますので、一歩ずつチームのみんなで、力を合わせて頑張っていきたいと思います。はい、じゃあどうもありがとうございました。はい、頑張ってください。ありがとうございます。どうも。はい、佐藤君でした。